ご覧いただきありがとうございます。厚森です。今回紹介するのはこちらです。ジャンクフードを体に悪いと思って罪悪感を感じながら食べるから病気になる。どうせ食べるなら幸せを感じながら食べよう。このことについてお話していきます。まあ、ジャンクフードが好きっていう人って多いと思うんですけれども、まあ、マックのハンバーガーだったり、 まあ、カップラーメンだったりやっぱ好きな人多いですよね、まあ、僕なんかもあのマックの、まあ、ダブルチーズバーガーとかすごい好きで、まあ、週に1回ぐらい食べるんですけど、まあ、でもどうしてもジャンクフードって、まあ、油が多かったり、まあ、塩分が多かったりで、まあ、健康に悪いっていうイメージがあると思うんですよね、まあ、確かにその家庭で作る 料理にに比べてその健康的には良くないかもしれませんただそこで「そのあ,あこれ食べたら健康に悪いんだ体に悪いんだ」って思いながら食べるより「あ,あこれハンバーガー食えてめっちゃ幸せだなめっちゃうまいな」って思いながら食べるのとでは全然体に、まあ、体の反応ってやっぱ違ってくるんですよね。 あのプラシーボ効果って聞いたことがある人いるかもしれませんがえっ、ー、とまあ例え例え話っていうか実際あった話でまあうんと夜眠れないっていうその患者さんがその医者にお医者さんに「あこれ飲めば」 もう今日からぐっすり寝れますよって薬を処方されたんですよでその薬を飲んだその患者さんはあ本当にその日ぐっすり寝れたんですねでその薬その素晴らしい薬っていうのは何だったのか実はそれは薬ではなく小麦粉だったんですよだからその 眠れないっていう症状を治したのは、その薬の効果ではなく、まあその患者さんの思い込み。あ、これを飲めば治るんだっていう思い込みの力だったんですよ。それがプラシーボ効果って言われるものです。だそれはいい面でそういうふうに使えばいいんですけど、逆にその悪い思い、 にもそのプラシーボ効果って反応するんであこれ食べたら病気になっちゃうなって思ってれば、まあ、病気になりやすくなるし逆にこれは体にいいんだって思って食べればやっぱりそれは体にとっていいものになるまあそういうものなんですよね。 だからまあやっぱり毎日毎日、まあ、ジャンクフードを食べてればいくら体にいいと思って食べても、まあ、やっぱり体に害は出てきちゃいますけれども、まあ、たまに食べる時にやっぱりそれはあこれ食べて幸せっていうふうに思って食べるそれが本当に体にとっていいことになるんで、まあ、心もそれで満たされますしね。 ただどうせジャンクフードを食べるなら幸せ感を感じながら食べてみてください。今回は以上です。えー、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。まあ、そのことが、まあ、その動画を作っていく、僕のモチベーションにもつながるし、まあ、その勇気にもつながりますんで、ぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。 今回も最後までご覧いただきありがとうございました。